はいどうも、エイプリルフールでおもろい嘘つけるやつ全員陽キャ、逆におもんない嘘つけるやつ全員陰キャ、何も触れずに俺エイプリルフールなんて興味ないけど笑みたいな態度取ってるやつも全員陰キャ、ということでポケットモンスターソードシールドのランクマッチやっていきます。これ6位からやってるけど、シーズン序盤なんで、はい、今月も序盤元気してるんだけど、先月も同じことやって、ギリギリ1位取れなかったんで、今月は取りたいなと思って、あと前シーズンのランクマッチ、最終日はメンバー限定生放送でやってたんだけど、最終順位ね、1898位で、うんちみたいな結果で終わりました。相手のパーティー、これ片落ち構築なんだけど、まだ戦えるのかな。片落ち構築ってのは、全然前期のランケマの最終1位の並びと一緒なんだけど、型変えたりしてる可能性もある。サンダーとか、ラプラスとかヒードランとかは型変わってるやつも結構見るんで、でもサンザシはね、カバルドンプラス剣の舞ザシアンで大体崩せるから、カバザシあと1なんだけど、大増して強いポケモンを連れていきたいんで、下3体のどれかなんだけど、サンダーだと相手のドサイドのサイクルがちょっと鬱陶しくなって、ラプラスだとシンプルにザシアンがちょっと重くなって、ドラパにするか。なんか一回牛舞できれば全部破壊できそうか。めっちゃいいっす。知ってる人いるかわかんないけど、僕の動画とか生放送を切り抜きで上げてる YouTube のチャンネルがあるんだけど、なんか、一応 Twitter のダイレクトメールとかで連絡のやり取りしてるんだけど、気になって、なんか大体月いくらぐらい稼げてんのって聞いたら、ちょっと具体的な金額はね、活動に関わるかもしれないんで、言わないけど、普通に大学生のアルバイトくらい稼げてた。あの規模でもなんかそれぐらい稼げるんだと思って。僕が思ってる想像の3倍ぐらい稼げてたから、まだ3月単価高いからな。ってのもあったのかもしれないけど。でもサンダービースカバルドンは、命の玉ダイジェットはカバルドンが一発耐えるんだけど、なんかステルスロックから入ると、ダイジェットダイジェットで持ってかれるんで、これ、あくびから入るしかないんだけど、これ混乱してたら切れてた。マスダに。混乱しなかったんで、頭慣れておきます。よちよちよち。あくび打って、これサンダーが突っ張ってきたら、サンダーが寝るし、ここはステロでいいね。なんか相手の裏見るに、なんか、この HP のカバルの一撃で落とすそうなポケモンが、あとラップ、あ、突っ込んでくる。暴風2連当て。耐えるの偉。耐えるの偉すぎだろ。マスダの頭撫でまくっとこ。で、ステルスロック巻いて、これで、タスキウラオスとかのケアもできてるし、サンダーが引っ込んだとしても、ザシアンで、処理しやすくなった。で、ここは、これカバルドンでさ、吹き飛ばし打ってもなんかザシアンとか出てきても美味しくないんで、こう引きます。で、ここはサンダー絶対寝てるターンで、で、ここデューマインするわ。これ、デューマイして裏目が、相手のサンダーがダイマックス切ってきて最速置きしてきた場合なんだけど、多分眠ってるサンダーにダイマ切る勇気なさそうだから、一回デューマイは絶対通ると思うんだよな。命の玉暴風ぐらいだったら耐えるから、最悪最速置きされて暴風ぐらいだったら、いいって感じ。大学生のアルバイトぐらい稼げるっつっても、なんか切り抜きとはいえ動画上げるの結構大変だからね。切り抜きだから、生放送から切り抜くとこを探し出さなきゃいけないわけじゃん。それに結構時間かかると思うし、動画上げたことあるやつならわかると思うんだけど、もともと完成してる動画を投稿するだけでも、YouTube に投稿するだけでも、結構時間かかるんよね。それでいて、なんかサムネとかも作ってるから、なんか、それ相応の労働はしてるんじゃないかな、と思うんで、頑張ってほしいですね。いや、で頑張らないといけないのは俺なんだけど、俺が活動頻度を増やさないと、ね。最近なんか切り抜きビジネスエグいよね。なんか、ひろゆきの切り抜きとかもさ、なんか、切り抜きの動画の再生数だけで、1ヶ月でなんか2億8000万ぐらい再生されたんでしょ。いや、2億8000万ってかなりエグくて、僕の YouTube の動画が、ライバルリチャンネルが大体月、少ない時で1000万再生で、多い時で1500万再生とかなんだけど、月。だそれのだって20倍とか28倍ぐらいでしょ。切り抜きでそれはかなりエグいよな。本人が運営してるわけでもないし。てか相手のサンダー大増してきたんだけど。でも相手視点からすればあれか。なんかドラパルトがまだ流米する可能性があったから、そこに大増して、ダイジェット叩き込めれば、イージー取れるからみたいな感じが。でも逆にこっちが相手の大魔潰してもうたから、イージー取れるとこまで行ってしもうたけどね。で相手の裏がザシアンは確定でいるんだけど、その選出バグで見てるから。なんだこれ。
ああ、雑誌やんか。で、相手のラス位置が何かなんだけど、気合のタスキ持ってて、タイマン性能が高い、ウーラオスか、まあ、サンダーをダイマする前提の相手選出だと思うから、ラス位置はなんかダイマしなくても強い、そのタスキウーラオスか、まあ、あとはこっちのサンダーに強く出れる、うわ、落とせないか。ま、さすがに落とせないか。一枚大フォローぐらいじゃん。ザシアン硬すぎでしょ。波の大抵のポケモンだったらぶっ飛んでるけどね。巨獣山、あ、これ耐えますよ。このドラパルト結構耐久振ってるんで、まあ、ザシアンの巨獣山は耐えるんで、まあ。あれ？これもしかしてまずい？ちょっと待って、考えよう。よーく考えよう。お金は大事だよ。これさ、剣の舞をするか、巨獣山で倒しに行くかの二択なんだけど、剣の舞、巨獣山で相手のザシアンを倒した場合に、相手のラス位置がドサイロンだった時負けるんだよね。ドサイロンってそのザシアンの巨獣山をもう、ハードロック込みで耐えるだけの耐久があるんで、まあ、巨獣山をドサイロンにミリ残しで耐えられて、まあ、この構築のドサイロンは2番の実持ってるから、ミリ残しで耐えられて会社の地震でザシアン倒されて、イバン自身で裏のカバルドンが倒されるみたいな感じになるから、まあ、一回ここ火力上げとかないとやばいっていう対面で、まあ、ただ、これ相手のラス位置がウーラオスだった場合は、ウーラオスって不意打ちっていう先制技を持ってるんで、まあ、不意打ち読みで電光石火打つか、普通に巨獣山打つかの、まあ、タクになる。いや、これミスったかな、剣の前。普通に巨獣山で落としに行くべきだったか。いや、これ、いや、この剣の前、浅かったか。何これ、超高。あ、オッケーオッケーオッケー。いや、か、あ、いや、てか、危なっていうか、なんかサンダー落とした時、こんなもう絶対勝っただろ、みたいな。相手のダイマいなすし、こんな勝負絶対勝っただろ、と思ったら、なんか、普通に結構負けそうになってて、ビビるわ。いや、これさっきも言ったけど、多分剣の前押してなかったら負けてたんだよな。いや、ドサイでよかった。まあ、そう、サンダー熱く見るよな。ハイレンパサンダーとかだとサンダーザシアンだとぐっちゃぐちゃになってるから、あ、オッケーオッケーオッケー、危ねえ、剣の前通ってよかった。あ、ちなみにこっちのザシアン最速で、相手のザシアン多分耐久ぶりだから、まあ、こっちのザシアンが速いのは、まあ、ほぼ確定して、と。対戦ありがとうございました。6位から潜ったけど、ちょ、おかしくね、なんか順位落ちたんだけど、ちょ、壊れた、ちょ、増田さん、増田さん、ちょ、俺のゲーム壊れたんだけど、ちょ、おかしいって、これ。な、ちょ、バグってる、無限大な、来た。あー、これどうしようかな。いや、抜けに、ザシアンは、まあ、投げて良さそうなんだけど、無限大なにはそこそこ強いんで、まあ、ただ、抜けにんがいる。抜けにんは、まあ、基本的に、ザシアンの天敵として、まあ、有名なポケモンなんだけど、まあ、でも、抜けにんって、その、天候ダメージに弱いんよ。なんか、厚底ブーツか、気合のタスキの二択なんだけど、持ち物としては。まあ、ステルスロック厚底ブーツで封じれるけど、天候ダメは大体防げないから、まあ、多分カバルドン入りには多分出してこないんだよな。ってことで、まあ、初手カバルドンで、まあ、ステローとかで盤面整えつつ、まあ、裏からザシアン投げて剣の前にして、ぶち壊しに行くみたいな。あと1匹はなんか全体的に通りが良さそうなドラパルトでいきます。よろしくお願いします。なんか俺の友達も言ってたもん、ひろゆきの生放送の切り抜きして成形立てようかって。いや、でも今からはもう遅いと思うね。数字稼げるのバレちゃったからね。なんか違う人の、なんか他の人の、まだなんか開拓されてないところとかの切り抜きの方が熱いと思うよ。で、そこそこ有名な人。カワブギス、ランドロス。これは、本当はステルスロックから入りたいんだけど、カバルドン入りに初手で出てくるランドロスはもう匂うんで、これ匂うんよこれ。あくびから入らないっす。いや、本当はあくびから入りたい。本当はあくびとかステロから入りたいけど、あ、待ってこれ違うんだ。いや、絶対ラム研磨だと思った。ラムのみであくびに耐性つけつつ、まあ、剣の前にして、カバルドンを逆に起点にしに来るやつみたい。うわ、待ってこれシャシャったな。これ朝吹き飛ばしちゃった。浅い吹き飛ばしだったこれ。バンギ出てくる。まあ、でもこれバンギ出てきたのはうまいな。ここは結局ステルスロック負ける対面が作れたから、まあ、バンギも基本的に、あ、レンチ持ちか。まあ、でも多分全然効かないと思うけど。ガッチガチやから。ちょっと水飲みます。これあの HP からさ、カバルドンをお盆込みというゆえ、2倍弱点の技2発耐えようとしてるのやばいでしょ。
で、ここステロを巻いて、あくびループにはめれるけど、ランドロスがラムの味方じゃないってなると、トンボ返り持ってそうだから、あくびループ抜けれる。メイトパンチ、はい。切り抜きの話もそうだし、それ以外でもそうだけど、なんか、結局行動に起こすやつって、一握りだから、なんか、やれるうちにやっといた方がいいよ。やっぱ何もかもね、こういう特に動画投稿とかマジ思うけど、なんか先行投資っていうか、先駆者になれるだけで、その先に走ってるだけの走ってるアドバンテージってかなりでかいから。ランドロス出てきた。まあ、これ多分トンボ返りで、まあ、あくびのサイクルカットしようっていう感じかな。てかこれランドロスがさ、こだわりスカーフだとザシアンより早いから、ランドの持ち物がさ、ここ吹き飛ばしでいいや、ここ。なんか、正直トンボで落ちるし。なんかワンチャントンボ耐えたら、剣の舞？危なあ、これ、いや、ラムじゃん、やっぱり。ラムじゃん、これ。相手あれか。あ、そういうことか。相手一旦ね、これさ、地震から入ってきたじゃん。いや、だから、なんて言えばいいんだろう。相手のランドロスがラムの身持ちの剣舞型を、僕が読んで吹き飛ばしを押してくるのを読んで、吹き飛ばされる前に少しでもダメージ入れとこうと思って自信打って2サイクル目でラムじゃないふりしてドヤ顔で剣の前しに来たみたいな。マジで危ねえ。相手深いプレイしてくるね。まあでも甘えなかったんでね。甘えなかったから流せたけど。しかもランドロスがこだわりスカーフじゃないって分かったのめちゃくちゃでかいわ。ザシアンで処理しやすくなったから。引っ込める。ランドロス。あれ待って、ここのあくび言ったけどさ、このあくび、ちょっと水飲みます。いや、なんかポケモン面言でずっと生放送やってて、レッドブル飲んで肉体にムチ打ちながらやってたから、その反動が来てるわ。吐き気がするっていう。いや、ちょっと待って、ここのあくび朝あくびだったか。いや、これ朝あくびだったな。いや、これまあここで眠気あくび入れられてる状態でランドロスがダイマックス切ってくるってことは、もうラムの実はほぼ確定なんだけど、いや、朝あくびだったなこれ。いや、まああれか、まあ、剣の前にするのを諦めて、ダイジェットだけ無理やり積もうってやつか。だからダイジェット撃たれてると素早さが一段階上がってるから、まあ、ザシアンで相手のランドロス取れない、上を取れない可能性が高くて。いやー、ちょっと待って。2サイクル目の吹き飛ばしまでは、よかったけど、バンギにあくび打ったのマジで浅かった。だから、ザシアンから入れないから、まあ、ここドラパルトから入るしかないんだけど、いや、だよな、ラムだよな。いや、もうラムドラパじゃない。ラムランドロスだったらパワーアップ系持ってないから、まあ、ダイマドラパ確認取れないと思うんで、打ち勝てると思ってるんだけど、ドラパルト投げます。まあ、ダイマはもうドラパに切るんで。で、ここは、ドラグーンからだな。フォローよりはドラグーンで、なんか、ランドロスの、ダイジェットとかダイアースのダメージを防ぎつつ、まあ、最悪倒せなくても、ザシアンの電光石火圏内に入れようっていうダイマ。僕の切り抜きチャンネルがそこそこ稼いでたから、切り抜きチャンネルからさすがにあれじゃねと思って、さすがにだから一部金くれよって交渉した結果、なんかくれるっぽいんで、なんかその金を元手に賞金つけたポケモンの大会開こうと思ってるけど、これ法的に大丈夫なのかな。ちょっと詳しい人教えてほしい。なんかその切り抜きチャンネルの収入を自分の収入として、自分の、お金から、自分のお金、もうその時点でその俺のお金になるじゃん。働いて手に入れた金と一緒だから。で、そういう状況にして自分から出す。もしくは、その切り抜きチャンネルを大会の運営に入れてそこから出資させるっていうやり方だったら、あんまり問題ないと思ってるんだけど、まあ、ここら辺って結構シビアな問題だから、まあ、ちゃん、やるとしたら、まあ、ちゃんと調べてから、まあ、やろうと思うので、まあ、その際はぜひ参加していただければなと思います。ああ、やっぱね、人の金でね、言うじゃん。人の金でやるギャンブルが楽しいっていう。人の金で大会やるわ。で、相手のランドロス倒して、やるわっつってるけど、無理だったらやりません。いや、これ勝てるかな。ちょっと待って、相手のラス位置が何かなんだよな。てか、ランドが大ドラグーンで落ちると思わなかったわ。まあ、ここ落ちたのは、タナボタ。なんだけど、これワンチャンバンギーも大ドラグーンで飛ばないか。ステルスロックダメージが2回入ってて。まあ、特防は高いけどね、バンギー。いや、防御も高いか。
ガッチガチだった。ガッチガチだった。待って、相手のラス位置が何かな。無限ナイナだったらザシアンでいけると思ってるんだけど、テッカグヤとかだと、まあ、ちょっと怪しいか。で、落ちる。で、これ、ダイドラグーンで相手のバンギラスの攻撃力がマイナス1になってるじゃん。で、まあ、ザシアン結構耐久あるんで、剣の前に積むかどうか迷うな。ここ、剣の前に積むかどうか。まあ、バンギラスは地震とか炎のパンチ持ってたら、まあ、ザシアンに弱点つけるんだけど、まあ、相手の恨みって考えるか。まあ、抜けにはもういないものとして考えるから、サンダー、テッカグや無限ダイダ、奴隷考えるにしても、剣の前にしといた方がいい気がするわ。で、待って、相手が何持ってるかだけど、あ、バカ力か。いや、これさ、バカ力だったらさ、ちょ待って、これ急所だね。これもう一枚した方がいいか。これで、不動の剣と剣の舞い込みで A プラス3だけど、巨獣山で鉄火魚倒せないよな。A プラス。こいつインファイト入れてないからさ、鉄火魚に対してちょっと打点が不足してるんだよね。ので、もう一回舞います。シュウィン無限剣の舞い編。で、バカ力は、これもう一回急所当たったらさすがに剥げる。あ、危ね、剥げずに済んだ。で、これで、攻撃力が5段階上昇。多分、これ以上舞う必要はないから、居住山でバンギ倒す。いやー、て、かぐやが、いや、サンダーもなんか怪しいな。HB サンダーとかだと居住山じゃ倒せなさそうな雰囲気あるから、まあ、じゃれつく押さないといけないし、外す可能性があって。まあ、鉄火具屋もなんかそもそも HB とかだと落ちなさそうだから、いや、結構渋いかもしれん。で、無限ダイナだと思ってるけど。いや、オッケー。ただ、この無限ダイナがこだわりスカーフを持ってて、ザシアンより早かったら終わる。ザシアン今、なんかメカシア耐久型で使ってたんだけど、今最速レベルで使ってて、まあ、無限ダイナより早いから、いや、マジでスカーフやめて。OK! 通った。とりあえずこれを買って、これで、じゃ問題は何位になったかが重要ないよね。いや、さっきさ、なんか勝って6位から8位に、謎に順位落とされたから。じゃ、さすがにバグだと信じたい。いや、バグだよな、マスだな。一応 LINE 送っといたんだけど。勝っても順位下がったんだけど、これどういうことっつって。送っといたから、いや、これで言ってなかったらまだやんないといけないからな。昨日ってか先月はそれで、はい、来たー、はい。なおシーズン1日目だから一瞬で抜き返される模様ということで、満足したんで今日はこの辺で終わりにしておこうと思います。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。マジで寝ずにポケモンやってたからあんま元気ないな。まあ、許してください、そこら辺は。ということで、バイバイ。